こんにちは、水野優香です。この家で暮らし始めて丸3年が経ちました。今日はいつもやっている掃除をやりながら LDK のルームツアーをしていきたいと思います。私がこの家に引っ越すときに決めたこと、それは帰るのが楽しみになる居心地いい家にすること。前の家では物が溢れていて、階段や床に物がたまり、どこから片付けたらいいのかわからない状態でした。散らかった家に帰ってきて探し物をしたりして、またさらに荒らして散らかった家から出かける、そんな状態は心が消耗してしまうなと思ったからです。なのでまずは家族が一番リラックスするリビングから整えていきます。まずはテレビ周りから。パパはサッカー、子供たちはアニメや映画を見るのが好きな家族なので、我が家のテレビは家族団らん装置みたいなもの。テレビの見やすい位置に家族4人で座れる L 字ソファーが欲しくて、5ヶ月前に買い替えました。ソファーの買ったインテリアショップやソファーのお気に入りポイントは YouTube 動画にアップしているので概要欄に貼っておきますね。うちのソファーはパブリックソファーなので、いつもこんな風に定期的にコロコロ。ソファーの付属以外のクッションは IKEA と無印のものです。枕のように使うことが多いので、肌当たりのいいガーゼやブークレー生地のナチュラルなものでまとめています。リビングの間接照明はイサムノグチの明かり 1A、 光の彫刻と言われているイサムノグチの照明は和紙から漏れる光が柔らかくてジャパンディーな雰囲気が大好きで購入しました。そしてリビングをリラックスした空気にしてくれる観葉植物、この家に引っ越してきてから暮らし始めたオーガスタにハミズをあげます。他の植物はうまく育てられなかったけど、この子だけはすくすくと育ってくれて、我が家のシンボルツリーになっています。そして LDK のドアはクリアタイプのものを。帰ってきた時に人の気配を感じられるし、階段側の光もリビングに入るのでとっても気に入っています。クリアドアの横の収納の扉には子供たちが描いてくれた絵をまとめて飾ってギャラリーみたいに楽しんでいます。私は料理や食器を洗いながらリビングにいる家族の様子を見れるのも幸せを感じる瞬間。はい、こんな感じでリビングは整いました。お次はダイニングエリアです。夏場エアコンをずっと使っていたので窓のサッシがかなり汚れていました。マイクロファイバーの布で掃除をしていきます。ダイニングの照明は小泉のペンダントライト、コンクリート調が無骨な感じでいいねということで選びました。裸電球にホコリがつくので羽ばたきでお掃除をします。我が家のダイニングにはホームパーティーすることが多いので、ドリンク用冷蔵庫と鏡が置いてあります。冷蔵庫の上にはお気に入りのルイス・ポールセンのテーブルライトとウォーズのスピーカー、そしてフェイクグリーンのユーカリが飾ってあります。この花瓶が汚れていたのでアルコールスプレーでお掃除。曇ったガラスがピカピカになるととっても気持ちいいです。ダイニングの椅子をテーブルの上に上げて、ナーワルフレオのロボット掃除機に吸引と拭き掃除をお願いします。本当にね、ロボット掃除機はあってよかったなぁと思う便利家電です。グリーンやナチュラル素材多めのリビングに対して、ダイニングはブラックを差し色にしたシンプルモダンな雰囲気にまとめています。そしてキッチン、キッチンはパナソニックのラクシーナです。オープンタイプですが
ペニンシュラタイプのキッチンになります。清潔感のある真っ白なキッチンに憧れてこのフロートタイプにしました。白いキッチン汚れませんか？と質問をよくもらうのでアップにするとこんな感じ。ちょっとね黒くくすんでたりします。でこんな風に汚れてきたなぁと感じたら、ウタマロクリーナーニトリの毎日取り替えキッチンスポンジを使ってキッチンを丸ごとゴシゴシとリセットします。3年経ちましたが IH ヒーターに焦げ付きやベタつきもなく、お掃除もすっごく楽ちんなので、ズボラな私には IH にして心から良かったなと思っています。コンロ前のガラスパネルは視界を遮らないタイプに。ここもやはり油飛びしてるので、パネルとマグネット壁をファストリーゼのアルコールでお掃除していきます。毎日はちょっと難しいんですけれども、月に1回程度キッチンペーパーや調味料をすべてマグネット壁から外して掃除すると、料理をする瞬間も気持ちよく使えるのでとってもいいです。そして意外と一番気になるのが全面収納の扉の手垢汚れ。これも汚れが蓄積しないうちにウタマロクリーナーとマイクロファイバーで掃除をすると綺麗な白をキープできます。キッチンが綺麗になったタイミングでお香を焚いていきます。いろいろ試したんですけど、私はお香が一番好きで、お香の香りや煙って心をすごくリラックスさせてくれて、気持ちを浄化してくれる感じがすごく好きです。一生懸命掃除をしたらお腹が空いたので、近所のパン屋さんでお昼ご飯を買ってきました。そのまま食べるのは味気ないので、家にある野菜を盛り付けします。コールドブリューコーヒーと一緒に大好きなやちむんのお皿に乗せて食べると、もうこれでなんかランチみたいな感じになりました。整ったダイニングで好きな YouTube を見ながら一人ランチ。この一人時間大好きな時間です。そうそう、うちで使っている IKEA のダイニングテーブルの下には隠されたボックスティッシュ。名作家具じゃないのでくっつけているんですけれども、これ地味に便利ですよ。ランチを終えたらチェアの空拭きをして、見て見ぬふりをしていたゴミ箱もきれいに拭き掃除をしました。夕方パパと子供たちがおじいちゃん家から帰ってくるまで大好きなソファーで休憩タイム。整った家で過ごす時間はメンタルが改善されて、頭の中のモヤモヤもすっきりする感じがする。これからね、師走の寒い時期よりも秋晴れしている今の時期から大掃除をスタートして、年末も楽に過ごせるようにしたいなと思っています。では今日も最後まで視聴していただきありがとうございました。